you go. 強く変われ宇宙に玄関突き進め My トランスフォーマー。やればいいんだ太陽の勇気で飛び込め心と心つなげば新しい力感じるだろう君がいれば夢はきっと一つになる未来が始まる叫べよ GO 強く変われ宇宙にガンガン突き進め Fight! トランスフォーマー Go Fight! あの山は確か間違いないエネルゴンポイントだ。この方向でいいはずだ。どうだ、なんか手応えはあったか。いや、もう少し範囲を広げてみる。ならこの辺りにキャンプを移動した方がいいな。他の連中と随分離れすぎた。ああ頼む、俺はこのまま探し続ける。1時間もあれば戻ってこれんだろ。わざわざ行かなくても呼べばいいだろ。どうせあいつらもやることないんだから。そうはいかねえ、オイラの大事な道具をあいつらだけに運ばせるのは悪いからな。たく律儀なやつ。あいつなんで志願してまでついてきたんだ。何か言ったか。いえ別に。本物なのか。メガトロン様は本当に生きておられるのか。もしそうならなぜ姿をお見せにならない。ショックウェーブ。メガトロン様、どこにいるんです。サンドストームです。本当にこんなところにいるのか。まあどこにもいねえじゃん。メガトロン様。こりゃまたひでえお姿で。メガトロン様、俺ですよ、サンドストーム。起きてください。メガトロン様。起きろって言ってんのか分かんねえのか。おい起きろメガトロン。よせ。
これのどこが復活だ。わからん。メガトロン様復活ってのは嘘なのか。何を唐突に。このメガトロン騒動を忘れたのか。俺たちが聞きたいのはメガトロン様本人の復活だ。そうだ、それはアルファ Q 様がお決めになること。私が決めることではない。アルファ Q？ そいつに合わせろ。合わせろ。待って、何とする。復活を急ぐよ、頼むんだ。無駄だ。何？エネルゴンの絶対量が足りぬ。そうだ、エネルゴンが足りん。これはこれはアルファ Q 様。アルファ Q？ Q？ 二人ともよく聞くがよい。今の量ではメガトロンの復活などまだまだ。もっともっとエネルゴンを。何をグズグズしている。さあエネルゴンを取ってくるのだ。わかった。エネルゴンもっと取ってくる。新しいグランドフォースが完成したからこれから送るよ。もう出来上がったのか。ああ、破壊されたままじゃ君も不自由だろうと思ってね。改良を加えたから以前より動きやすいはずだよ。ありがとう、すぐに試してみよう。どうだね、そっちの状況は。今キッカーが新たなエネルゴンポイントを探しに行っている。はあ、見つかったらすぐに正確な位置を知らせてくれ。まだビッグプレゼントが残っている。ビッグプレゼント、ついてからのお楽しみだ。グランドコンボイスーパーモードグランドクルーファイヤーワンジャイロツーディガースリーサブマリンフォーグランドコンボイスーパーモード。以前よりスムーズだ。異常はないか。は、今のところは。ホットショットたちから連絡は。まだ何もありません。エネルゴンポイントの正確な位置が分かったらすぐに。すぐにジョーンズ博士に知らせろ。でしょ。ああ。それより司令官、奴を一緒に行かせてよかったんですか。ん？アイアンハイドのことです。いつ裏切るか。よせ、スカイファイア。しかし。デストロンとはいえ彼は一緒にやってきた一員だ。ああ、エッサオーイサコーラサドッコイサエッサコーラサオーイサドッコイサエッサオーイサコーラサ。少しぐらい持ったらどうだ。荷物運びに来たんじゃない。そういうのは未熟者の仕事だ。なんだと。自分のどこが未熟だって言うんだ。どこもかしこもだ。なに、もう一度言ってみろ。何度でも言ってやる、この未熟者。貴様、面白い、俺とやろうってのか未熟者。黙れテストロンめ、お前らなんか信用できるか。なんだと。二人ともいい加減にしろ。ロードバスター、アイアンハイドに謝れ。どうして自分が謝らなければならないんですか。アイアンハイドのどこが信用できないというのだ。でもみんな言ってますよ、デストロンは信用できないって。そういう態度がデストロンを居づらくしているのがわからないのか。ですが、アイアンハイド、お前の辛い立場もわかるが、チームで行動していることを忘れるな。お前の指図は受けん。今日の出番はもうおしまいか。これじゃ位置を確認できない。キッカー、聞こえるか。ああ、聞こえてる。こっちは雪が降ってきた。戻って少し休んだらどうだ。分かった、一旦そっちに戻る。まずいぜ、こっちも降ってきやがった。くそ、全然前が見えねえ。この近くだ。キカ、どうした。キッカー、応答しろ。
何かあったらしい。ロードマスター、行くぞ。はっ。俺は上を探す。お前は下だ。待て、俺も行く。機関の救出は警備の仕事でもある。分かった、ロードマスターと一緒に下を探してくれ。未熟者なんぞ足手まといになるだけだ。デストロンなんかに任せておけるかってんだ。必ず機関を救出しろ。いいな。了解。オイラも行こう。いや、キッカーが自力で戻ってきたとき誰もいないのはまずい。ここに残ってくれ。分かった。すぐだ。やった、もうすぐ家に帰れる。いや、家へ帰るのはまだまだ先だ。どうしてさ。もう忘れたのか、何度も言ったはずだぞ。地球へ帰る前にエネルゴンを探すって。やだ、僕エネルゴンなんか探さない。地球へ帰るんだ。ついてる。パパ。なんで親父の夢なんかを。クレバスの底か。クソ。トランスフォーマースーパーリンク。トランスフォーマースーパーリンク総列車。キッカー、どこだ。返事をしろ、キッカー。そんなにでかい声出さなくても聞こえてるよ。キッカー、無事なんだな。ああ、ちょっと肩を打っただけだ。ラーメン、大丈夫か。一体何があったんだ。クレバスの中に落ちちまった。場所はどこだ。すぐ救出に行く。わかんねえよ。とにかく雪面からかなり下にいることは確かだ。みんな聞こえただろう。下に移動してクレバスを探すんだ。了解。未熟者だ。デストロンめ。敵のワープ反応を感知。敵はどこへ向かっている。プレーンシティ。いや違う、キッカーたちのところです。何。スカイファイヤー、至急ホットショットたちに知らせろ。注意しろ、敵がそちらへ向かってる。何、敵が。ああ、十分警戒してくれ。見つけたと。なんでホットショットか。サンドストーム。エネルゴンはどこだ。どこだ、エネルゴン、教えろ。ショックウェーブ。こんなところにエネルゴンなどない。たとえあってもお前たちなんぞに教えるか。ならアイアンハイドに聞くまでだ。くらえ。なんだ。うわー、どこ行きやがった。ショックウェーブ、アイアンハイドを探し出せ。了解。ライハイ。なに。はあ。はっ。はっ。
の高さじゃ無理か。なんだ、なだれか。こいつを登れば。くそ、全然届かねえじゃねえかよ。エネルゴ壊したか。いや違う、もう少し向こうだ。エネルゴンポイントのそばにいるっていうのに、結局一人じゃ何もできないのかよ。トランスフォーム。大丈夫か。ああまあな。それよりまだ結果を。今ブラストアームがクレバスに沿って探している。クレバスを見つけたんですか。ああずっとしたらしい。奴らをこれ以上下へ行かせるな。了解。探したぜアイアンハイド。エネルゴンどこだ。サンドストーム、ショックウェーブ。まさかお前が。違う、知らん。アイアンハイド、まだわかんねえのか。お前の居場所はそっちじゃねえってことかよ。お前たちこそ騙されているのがわからないのか。アイアンハイドはお前たちのように裏切ったりはしない。ホットショット、ずいぶん信用されてんじゃねえか。キッカー、どこだ。どこにいる。ん、あれはオムニ君。エネルゴンはあそこだ。行け。させるか。うわー、オムニじゃねえかバカ。おい、ここだここだ。キッカー大丈夫か。ああ、なんとかな。おい、どうした。届かないぞ。そこまでしかパイプがない。なんとか飛びつけ。しょうがねえな。もう少しだ。頑張れランウェイ。いいぞ、上げてくれ。ブラストアーム、ここがエネルゴンポイントだ。急いで正確な位置のデータを送ってくれ。任せとけ。本当なら試し掘りをしたいところだが。そんな暇はなさそうだぜ。トランスフォーム、グランドコンボイ、怪我はないか。ああ、エネルゴンポイントのデータなら今送ったところだ。よし、すぐにここから離れるんだ。待ってくれよ、エネルゴンポイントを守るんじゃないのか。司令官、どういうことですか。ここを守るために一旦離れる。やつら逃げてくぜ。メガザラックはまだか。博士、スペースブリッジの出口を新しいエネルゴンポイントに合わせました。スカイファイア、そちらの準備はどうだね。こちらも OK です。今のペースなら安全圏へ退避できます。よし、これからビッグプレゼントを送る。受け取ってくれたまえ。ジョーンズ博士からのビッグプレゼントだ。親父から。まさかサイバトロンシティ。確かにビッグだ。
走シティだ。親父のやつ派手なことしやがる。なんだかわからんがヤバめ。やはり新しいエネルゴンポイント。遅かったじゃねえか。エネルゴンはどうした。それどころじゃねえ。アルファ Q 様の命令を忘れたのか。エネルゴンを奪うのだ。何してる？ほら、クローニングするため試験してるだ。へえ、オムニコンなのに変わってるな。これからのオムニコンは何でもできねえとな。ほら、ダメだ、これじゃやられるばっかだぜ。やむを得ん、今日のところは退却だ。生きているなら、必ず前線に姿を現すはずだ。それが俺の知ってるメガトロン様だ。結局あの頃俺を守ってくれていたのは親父だった。そして今も。した。対抗する手立てはあるか。もはや奴の復活にかけるしかない。それはもちろん。新生メガトロン、その名はガルバトロン。でもうちらの立場どうなっちゃうの。アルファキュービーンチ。次回トランスフォーマースーパーリンク復活ガルバトロン。またまたすごいことになっちゃうかも。